疲れましたか？ここで。進みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖。きれいにしませんと。メイドの礼儀に気をつけます。裁きを受けよ。任せてください。雨のような、きれいにしませんと。
風格に気をつけます。判決を下す。やっ。っ。やっ。岩の重さは安心できます。た。はっ。はっ。はっ。やっ。えっ。やっ。あ。しませんと。気をつけます。やっ。やっ。えっ。やっ。た。はっ。やっ。助けが必要。やっ。ふっ。ふっ。岩の重さは安心できます。しませんと。やっ。
裁きを受けよ。
がいるはずです。よっ。はっ。と。うわ。
判決を下す。自分の道を。必要な方がいるはずです。
私の気持ちは考えなくても大丈夫です。何でもお任せを。え、それはメイドではなく道具。道具はたくさんお仕事しても喜ぶとは限りませんよね。私はお手伝いできてとても満足していますよ。あ、ここが防御旅館だな。絶雲の間に比べて千人の気配が感じられないけど、本当にいるのか。探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。
私これで間に合いますね。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の機運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。
ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか旅館のおかみに聞いてみるか。あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。きっと機嫌が良かったんでしょ？あの態度で機嫌がいいのか？そうよ。仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って潮様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は翔様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。あこれで間に合いますね。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。おいおい、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。ああ、なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は
料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。ん？原因か。いや、実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防御旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。でもどうやってお化けを説得するんだ。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーユで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。
ね。これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。助けが必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。助けが必要な方がいるはずです。とても満足です。空気は私のために用意されたものなのだ。
間に合いますね。遺跡主へ、お化けに憑依されたのか。ついてこれるかな。
さは安心できます。なんだ、もうたたったりしないとお化けと約束した。すごいじゃないか。この現象を感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。久しぶりにすっきりした。久しぶりに。
れで間に合いますね。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに。元王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は、この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、劉雲の三人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は、己に課された責任から逃れはしない。我には、俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は、契約の神だからな。待ってくれ！最後に、もう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ？なあ、姉ちゃんって、一体、何者なんだ？妖魔退治をするとき、稀に、人に悪意を持たないが、成仏できない霊に遭遇することがある。だから、オーナーと支配人に、しばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか？この旅館のサービス範囲広すぎだろ！
直者というよりただのバカ者だ。出来たてのチコ魚。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。なるほど、昨月蓄養神君、利水定山神君、流雲釈風神君、高魔耐性、ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーユへの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。全ての三元五賢仙人は過去にリーユへを守る契約を結んでいるんだよ。そうか、道理でリーユへのことになるとすぐに動いたんだな。その通り、彼らには責任もその資格もある。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ、オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーウェ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろう？でも今回に限っては君を助けることができるよ。え？本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ、面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は、この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまで、
どうか生きていてくれよ。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお使いいたします。ようこそ皇子様のご友人、ファデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと皇子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと皇子様は約束しました。ファデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？皇子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーユェの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。でリー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと悲運の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。皇子様は瑠璃邸にいます。あまり皇子様、皇子様、皇子様、皇子様は、
これで間に合いますね。